こんにちは。マッツンツン TV です。はい、今日はですね、デアゴスティーニの、マジックの方を紹介したいと思います。はい、今日紹介するのはこちらですね。はい、デアゴスティーニの、第15号の方で、こちらですね、グラスの底をコインが貫通するということで、やってみたいと思います。はい、こちらの方に映ってるのがメーガスさんです。はい、付属の DVD で、丁寧に教えてくるので、とてもわかりやすいです。はい。こちら、バックナンバーなので、15号、書店の方で、お買い求めてください。はい。税込み1823円となります。はい。それでは私、初心者なんですが、今から演じてみたいと思います。それでは、こちらの映像となります。どうぞ。それではいいですか。まず、15号の方についているのは、こちらですね。こちらの、まあ、コップの下にこうやって置く、ソーサーですね。まあ、こんな感じのやつですね。それとですね、用意してもらうのはですね、こちらのお金ですね。あと、こちら、コップ2種類。まあ、透明なコップの方がいいと思いますね。はい。私は一応こちら、ガラスのコップと、こちらプラスチックのコップを用意します。それでは今からやってみたいと思います。それでは。はい。それではですね。私、初心者ですが、今から、実演してみたいと思います。じゃあ、まずいいですか。こちら、1円玉。そして、5円玉。10円玉。50円玉。はい。で、100円玉です。はい。こちら、全部、日本の本物の硬貨となりますね。はい。それでは、どの硬貨を選びましょうか。いいですよ。はい。それでは、じゃあ、10円玉をやってみたいと思います。はい、いいですか？で、こちらの10円玉をまずこちらの方に持ち替えてですね。で、こちら腕の方にこすります。するとですね、ほら、こちらに持ってた10円玉がなくなって、こちらの方に移動しました。はい、いいですか？そして次に行きますよ。それでは、こちらのソーサーの上にコップを置きます。はい。そして、10円玉。これを貫通させていきたいと思います。一瞬ですよ。いいですか？いきますよ。貫通しました。もちろん何もないですね。はい。ありがとうございました。はい。納得しない方もいると思うんで、もう一回ちょっとやってみたいと思います。はい。こちらですね。もう一度、今度10円さっき使ったんで、1円、5円、50円、100円。どれいいですかね。それでは次に100円でやってみたいと思います。いいですか？ 100 円玉ですよ。はい。それでは、いきますよ。こちら今度。こちら、ガラスだったんですが、今度。こちらのプラスチックの方でやってみたいと思います。はい。いいですか？一瞬ですよ。いきますよ。ほら。どうですか？ほら、見てください。こういう感じですね。はい。どうもありがとうございました。はい。というわけですね。私みたいな初心者でもこのように簡単に演じることができました。はい。こちらですね。こちらが15号に入っていた操作となります。はい。皆さんもこの演技をぜひやってみたいと思うなら、こちらの第15号のをお買い求めてください。1823円となります。はい。それでは最後までご視聴ありがとうございました。マッツンツン TV でした。ありがとうございます。